だから初めましてじゃないですって。昨日まで毎日お会いしてたじゃないですか。もういい。お前がそうだって言うならそういうことでいい。しかし、そっくりだな。ミオンみたいに髪を後ろで結んだら、やっぱりミオンそっくりになるのか？さあ、試せばそうなるんじゃないですか？私たち、筋金入りの一卵性ですから。昔は服を取り替えっこしただけで、誰も見破れなかったものです。お姉と一緒に断るごとに入れ替わって、いろいろと騙したりしましたっけ？何かさい、その深いため息は。失礼しました。昔から変わられないなと思っただけですよ。それよりケイちゃんの家ってこっちでいいんですか？かさいはその先本家の道以外は雛見沢をよく知らないから、任せておくと矢郷地あたりまで走ってっちゃいますよ。それは困る。すみません、次の右に入る細い道のところで止めてください。そこまでで結構です。あ、どうもすみません。今日は送ってもらってありがとうございます。圭一さんでしたか、お名前。え、あ、はい。いろいろと災難はあると思いますが、そのうち飽きると思いますので、どうかそれまでご辛抱ください。ですがミオンさんと同じで根は優しい方なんですよ。それはつまりミオン並みに迷惑をかけるやつだということですか？じゃあね、ケイちゃん、また会いましょうね。お姉にもよろしくお伝えください。私も明日から雛見沢の学校に通おうかな。絶対に来るな。シオンが転校してきたら俺が沖宮の学校に転校するから。それはすごくひどいことですよ、ケイちゃん。